王の愛知は京都府八幡市出身のブレイクダンサー。ヘッドスピンの世界記録保持者。ギネス公式認定記録は1分間で142周。日本ではダンス番組やバラエティ番組問わずテレビ出演、またはスマートフォンなどの CM、様々な企業 CM、アーティスト、バックダンサー、ミュージカルなど、海外にも拠点を持ちながら世界中で幅広く活動している。 また、アメリカでは2012年より、グラミー賞優秀、ダンスアルバム賞、ヒップホップネーションアワーズ優秀新人賞にノミネートされた LMFAO から公式オファーを受け、全米ツアー、カナダツアーメキシコツアーロシアツアーヨーロッパツアー、アジアツアーと、これまで全世界5大,大大陸47カ国200以上の主要都市においてパフォーマンスを行う。2016年に、 全米テレビ芸術科学アカデミーが年間最優秀の番組、出演者、作曲者などに与えられるエミー賞をクエストクルーとして受賞している。またアイドルグループ、嵐のディレクションにも携わっている。兄の影響でブレイクダンスを始めたことから兄に恩返ししたいと語っている。またプロブレイクダンサーとして仕事をしているダンサーはまだまだ少ないためヘッドスピンを武器に その先駆者として、世界中で活動している。大阪国際大学24時間テレビズームイン、スーパー、KBS カルチャードコモ、エクスペリア,アックスカフェで、パリプロミスペンテル、レンズグーグルソニー、WF-1000X、ビーズライブジム全国ツアー、アクション、ウィンズ、10th a バ n i v e ベストライブツアー 2011LMFAO、 スプリングルーブ 2012LMFAOUSA& カナダツアー LMFAO ロシアツアー LMFAO ワールドツアー AKB48 まだまだやらなきゃいけないことがある嵐感謝感激雨嵐ガッツエトセトラビーズライブジム全国ツアーアクションウィンズ 10th anniversary ベストライブツアー 2011LMFAO スプリングルーブ 2012LMFAO USA& カナダツアー LMFAO ロシアツアー LMFAO ワールドツアー AKB48 まだまだやらなきゃいけないことがある嵐感謝感激雨嵐ガッツエトセトラクありがとうございます